アーロン・アディソン・ゴードンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身のプロバスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツに所属している。ポジションは、パワーフォワード、スモールフォワード。愛称は、スラムダンクコンテストで50点満点を連発したことから、ミスター50。アリゾナ大学では1年生から活躍し、パシフィック12カンファレンスの有力選手として活躍。 一年間プレーしただけで2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。ドラフトでは全体4位という高評価でオーランドマジックから指名された。期待された一年目のシーズンは2014年11月16日のワシントン・ウィザーズ戦で左足を骨折するという重傷を負い2ヶ月を欠場。結局45試合の出場に止まり、 平均5.3得点に終わった。2015から16シーズン、2016年、NBA オールスターゲームダンクコンテストにおいて、下馬評をはるかに上回るパフォーマンスを見せ、昨年同社のザックラ・ビーンと熱戦を繰り広げた。シーズンの後半は、先発に定着した。2017から18シーズン、2017年10月24日の、ブルックリン・ネッツ戦。 自震初の40点超えとなる41得点を記録した。シーズン平均で17.6得点7.9、リバウンド 3P 成功率33.6%と飛躍のシーズンとなった。シーズン終了後に制限付き FA となったが、2018年7月1日にマジックと4年8400万ドルで再契約した。二千十八から十九シーズンは前年に比べて、 アシストを大幅に伸ばした。自身初のプレーオフに出場したものの、1回戦でトロントラプターズに敗れた。2019から2020シーズンは、自身2度目の NBA オールスタースラムダンクコンテストに出場。決勝まで勝ち進み、決勝で身長229センチメートルのタッコホールを飛び越えてダンクを決める驚愕のパフォーマンスを披露。 相手のデリック・ジョーンズ・ジュニアよりもインパクトの強いダンクであり、会場中がゴードンの勝利を確信していたが、審査員の判定でジョーンズに一点及ばず、敗れ、またも優勝とはならなかった。この判定は物議を醸し、ゴードンも不満を漏らした。またこのシーズン途中の2月に、中国のスポーツメーカーである361度とシューズの契約を結んでいる。 2021年3月25日にゲイリー・ハリス、RJ ・ハンプトン、ドラフト指名権とのトレードでゲイリー・クラークと共にデンバー・ナゲッツへ移籍した。オフの9月28日にナゲッツと4年9200万ドルで契約延長した。アウトサイド、インサイドともに点を取れるバランスのいい選手。ダンクコンテストからもわかるように、試合中もたびたび豪快なダンクで会場を沸かせる。 チーム事情で SF 起用の時は調子が出づらい傾向にある。カイリー・アービング主演の映画アンクル・ドリューに出演している。ありがとうございます。